こんにちは、チルチル商業 BL レビューサイトチルチル記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、読書の秋辞書級 BL コミックスを読もう。はい、ちょっと聞き慣れない単語が出てきたかと思うんですが、はい、今回はその辞書級 BL ということで、はい、あの辞書のように分厚いコミックスを、ね、厚みがあるもの、はい、であのちょっと読書の秋もちょっと終わっちゃうかもしれないんですけど駆け込みであの、はい、読んでいただきたいものをあの何作品か持ってまいりましたので、はい、ちょっと紹介させていただけたらと思います。で今回はその1冊で完結している分厚いコミックをちょっと対象に、ね、あの読んでほしいなと思ったものをちょっと独断と偏見で持ってまいりましたのでた、はいはい、チェックしていただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。それではまず1作品目はこちらです。はい、ITZ 先生のコントラストです。あ、はい、こちら厚さ、はい、こんな感じです結構ありますね。厚いです。はい、はいはい、でこちらあの持ってきたんですけど、はい、あの厚みで探して持ってきたものにはなるんですが、はい、簡単にあらすじだけ言いますと、そうですね、はい、こう表紙にいるお二人が結構正反対な感じの二人で、うんうんうん、もう優等生と、うん、めちゃくちゃ優等生でもう特進クラスみたいなのと、はいはいはいまあ、陽キャというか人気者、うんうん、クラスの人気者って感じのでクラスもお互い知らないみたいな、だけど、うんまあ、学校のとある場所で会っている感じで、すごい本来は交わることのなかった2人が、まあ、出会って、でそこからこうどんどん気持ちを通じ合わせていくっていうその過程をめちゃくちゃ丁寧に描いている作品です。青春です。青春だ、はいはいはい、その丁寧さも、ね、あるからこそこの厚みもあるのかなと思いますので、じっくり追いかけていけるって感じです ね。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい、続いてはこちら、はい、山地先生の嘘つきと狼です。はい、こちら、はい、熱いです。かなり分厚いです。やったー、はい山地先生の作品他にも、紹介したことはちらっとあったかなと思うんですが、はい、こちらは結構出来合い系というか、お山地先生の出来合い系は私も大好きなんですけど、うんうん、こちらもまさに、うんうん、でまあ魅惑のね、はい、乳首を持っている、まあはい、このちょうど表紙にねこちら受けの方がいまして、うんうん、で、まあ、普段はそうお金持ちの男性をね、はいはいはい、騙したりして、うんうん、そっからお金を巻き上げたりして小遣い稼ぎをするっていうちょっとね、うんうん、面白いことしてた方だったんですが、まあまあ、いつも通りこう引っ掛けてたらちょっとねあのヤクザの若頭を、はいまあ、引っ掛けてしまいっていうそこからね、はい、あの逆にその若頭の方からちょっとあのからかわれるというか、はいはいはい、こうちょっかいをかけられるようになっていくっていう話なのでちょっといいんですよね、はい、最初始めたのは受けの方だったのに、はい、あどん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 気づけばっていう攻めの方がからもうすごく執着されるというか溺愛されるというかで しっかりねこの乳首も可愛がってもらえるっていうのをいやちょっとそこ結構ポイントですこの作品は、はい、それをこのボリュームで楽しめるのは、はい、いや相当豪華ですよこれは。もうありがたいですね。もうぜひもうそういったものが好きな方はもう読むべき、はい、ぜひ読んでみてください続いてご紹介するのはこちらです、はい右のヤギ先生の流れ星です。はい、こちらもねこんな感じで結構分厚いかなと思うんですけれども本当だ、はい、こちらは、大学生の攻めと元モデルだったちょっと謎めいたお兄さんの受けの2人のお話なんですけれども、うんうんうん、その美人なねその受けのお兄さん今もうモデルやってないのが、うんうん、その顔面にすごい過去ちょっと事故で、うんうん、あの大きい火傷を負ってしまって、うんうん、ちょっと表紙にもありますね。そうなんです、うんうん、モデル業にはもうちょっと引退しようかなってなったところを、うん、あのでその引退した後にこう見つけてくれた攻めとの、はいはいはい、あの若いワンコに懐かれてっていう感じの、はい、あの展開が楽しめる作品となってまして、うん、こちらの作品、はい、ドラマ CD もねちょっともうすぐ発売になるということで、はい、11月29日に発売になりましたので、はい、ぜひちょっと合わせて、はい、コミックスも CD も楽しんでいただけたらなと思います。続いての作品はこちらです。はい、山口すぐり先生のどうやら恋したみたいですです、はいはい、こちらなんですが大学生×社会人というかカフェ店員です。あ、はいはいはい、大学生が結構あのドライな感じなんですけども、うんうんうん、あの、ま、厚さはこんな感じですね、はいはい、厚みです。厚みがとてもあります、はいで年下かける年上ってところで年下の方が結構、まあ、世話焼きというか過保護な感じも、うんうん、作品
読み進めるとありますので、その年下のかっこよさももちろんありますし、でそもそものなんか発端というか、はい、が年上の方の方がこう元彼にちょっと襲われちゃってるところに、うんうんうん、年下 の大学生の方が助けてあげるみたいなところからなので、はい、なんかその関係性というか最初スタートはそこだったし、でその後やっぱり大学生から見てもちょっと海外しく世話したくなっちゃうような感じの年上も描かれていて、結構ご飯とかお泊まりとかあるんですよ。それでどんどん2人の距離が縮まっていったりもするので、はいはい、なんかもうそういう2人のラブラブというか、まだラブラブじゃないのかもしれないですけど、見てるこっちはすごい嬉しくなっちゃうような2人の関係性がすごく見れますし、クール系の大学生かけるなんかほんわかしてる感じがっていう、その2人のねまた違ったキャラクター性だったりもすごく楽しめる作品なので、この長さでたっぷりぜひ楽しんでみてください。続いてご紹介する作品はこちら、呉田真希音先生の飢えた犬は肉しか信じないです。こちらはオムニバス作品となっておりまして、はいはいはい、この一冊の中に、サンカップリングのお話が入ってます。であ分厚さはこんな感じです。厚いこれも、はい、たっぷりですね。でサンカップリング入ってるんですけども、全部世界線がつながっていて、ちょっと一つのこう子供食堂ですねの、はい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 、ご飯屋さんを舞台にいろいろ話が進んでいくんですけれども、いろんなそのなんで社会的背景を持った方々が登場してきて、すごいこう心が温まるような、ほっこりするようなお話も見れますし、かと思えば結構こう人生の深みに迫っていくようなところもあったりと、もう呉田先生 のこう世界観がすごく詰まっている作品になっていますので、子供を、ね、育ててる方だったりもいたりして、はい、子供めっちゃ可愛くてすごい読み応えもまたそこもありまして、そうですね、なんかシングルファザーだったり、ね、なんかいろいろこうケースワーカーだったり、結構いろいろなもうものを抱えてる人たちが、ね、はい、の恋模様が見れたりしますので、ぜひぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は自書級 BL コミックスを、はいはい、紹介してきたんですけれども、いやどれもね分厚くて読み応えがね、はい、ありすぎるんですけど、ほぐしみさんなんか他におすすめあったりします？あ、ちょっと私はこちらですね、三原香南先生、はいはいはい、思い見先生の別名義なんですけど、はい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 、ちょっとリッチな、ちょっとあれですね、今年リッチな鈴木くんっていう作品がありまして、めちゃめちゃ分厚いんですよ。これは相当ですね、すごいですよね。もう行2行ありますもんね、はい、でなんか一つのコンビニを舞台に繰り広げられていく、なんかこう三角関係、四角関係、なんか結構複雑な人間模様と、なんかこのビッチな鈴木くんの生態が、ちょっといろいろ過去に、はい、トラウマを抱えている鈴木くんの生態だったりとか、なんか多くは語られないんですけど、深みのすごいこうある作品なので、ぜひ時間があるときに読んでいただいて、なんかおーっていう、こう噛み締めてほしいなと思って、はい、なるほどなるほど、なんかその人間関係の複雑さがあるからきっとその分厚さにつながっているんですよ。めちゃくちゃ気になりますね。はい、ということでですね、夏の吉さんはどうですか？そうです、私はこちらなんですけど、はい、三田織先生のライオンハーツ、はいはいはい、こちら相当好きで結構今年出て最近のものではあるんですけども、もともとちっちゃい頃から知り合いだった2人が、はい、本当に仲良しなんですよ、はいはいはい、大きくなったら結婚しようみたいな2人の男の子同士がいて、でも周りから男の子同士はなんか結婚できないんだよみたいな、ちょっといけないこと、はいはい、みたいな感じで教えられてしまって、そこからなんか隠したいっていう気持ちもまた芽生えたりするじゃないですか、うんうん、当たり前のように2人一緒にいたのに、なんかそれが悪いことみたいな感じになっちゃってっていう、だけどタイトルの、ね、このライオンハーツっていうのが本当に美しいんですよ、はいはいはい、これ本当にいいです。もう好きな人のライオンになるっていう、ちょっとまあそういった話なんですけど、ちょっとかなりエモさがもうカンストしてるので、はい、めちゃくちゃ読んでいただきたいです。分厚さ結構ありますありますね、あるんですけど、はい、本当になんか言葉がめちゃくちゃ多いわけではないんですよ。ただ一個一個がとても重くて、すごいもう小説かのようなというか、はい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 、なんでですよね、すごい読み応えがとにかくありましたので、ちょっと表紙にも私はとても惹かれましたので、ちょっとぜひ実際に書店とかで、ね、手に取っていただいて、重みとか見ていただきたいです。本当にちょっとよければほぐしむさんも読んでみてください、ね、はい、ありがとうございます、はい
はい、で今回は、分厚いコミックスを紹介したんですけれども、はい、記事の方でですね、実際に分厚さを計測して分厚い順にあの小説だったりとかはいはい、はい、コミックスのランキングをつけたようなものもありましたので、そちら の記事のリンクをですね概要欄に貼っておりますので、ぜひちょっとアクセスしてみてください、はい、読書の秋楽しんでいきましょう、はい、それではバイチュー。